Welcome to Animate Beta. Subscribe and like the video to support us helping our channel grow. だから俺と結婚してくださーい。ごめんね、アスタ。私はみんなのシスターだから。あ、まだだ。あの、ごめんね。諦め。いや、あの、だからね。まだまだ。本当にごめん。Please marry me. Thank you. Damn, I never been burned that bad before. うわぁ、やっぱあいつもバレー部なんだ。目合わさないようにしと。結婚してください。結婚してください。いいえ。Damn, I never been burned that bad before. 今から私とデートしない？現金だな、この野郎。だってただよ、ただ。あんたフリーパス通りってことでしょ。最高じゃないそれ。お前お嬢様じゃないのかよ。せめて生き物として扱えよな。あの子かわいい。すっごい綺麗な金髪。スタイルいいな。わかったから、すぐそのドヤ顔引っ込めろ。しょうがないわね。ほら、え、これなら人混みの中でもはぐれたりしないでしょ。ついてってあげるわよ。男性が女性に渡すと求婚で、そんな意味もあるんだ。おい、しとけ。何？これやるよ。ちょ、なんでこいつ急にこんな動揺してんだ。心なしか顔も赤いような。本気ってつまりプロポーズってこと？ちょっとこっち来ないでよバカ。どうしよう、どんどん崩れてくるんだけど。やめてよね、この変態。してめえ。お前は俺の彼女だ。俺の彼女でいろよ、マスズ。もういいよ、チワ。Marry me. Thank you. アルデギアの。お父様、この方が私の初めてを捧げた第四神祖、暁古城です。もしお父様がどうしても私に結婚しろとおっしゃるなら、私は彼を結婚相手に希望します。結婚？あらあら、だから言ったじゃありませんか。きっと本末転倒になるって。実は今夜パーティーがあるんです。ご招待させてくださいな。来てくれて嬉しかったです、お兄さん。ユキナちゃん、そういう格好してると本当よく似てるな。まさかお前まで。あら、カノンも私も古城のことは大好きですわよ、お父様。貴様。話を聞くまでもなかったようだな。あ、一世。あ、はい。お仕事お疲れ様。ここに一人で。いや、本当の気持ちを。リアス。俺、リアスのことを一生守っていきたいです。俺、惚れてます。リアスのことが大好きです。やっと名前で呼んでくれた。ずっと待っていたの。一星、私、あなたのことを愛してる。誰よりもずっと、あなたのことを。リアス。一星。
恋人である、この俺の仕事です。そんなに言うなら見せてやる、完璧なデートってやつをな。なんせ俺はパーフェクトだ。さすが俺、何着ても似合うぜ。これでニノさんをデートに誘えば。こんにちは、ニノさん。俺の心に咲く白いバラ、あなたのハートを盗みに参上いたしました。次回作に期待。一発芸じゃありません。はいはいはい、まあ嬉しいわ、こんなに大勢お客様なんて。ささ、お邪魔します。材料をいっぱい買っておいてよかったわ。タイミングバッチリ。あなたが川上舞さんね。いつも息子がお世話になってます。いえ、こちらこそ。こんなに大勢ガールフレンドがいるなんて、さすが私の息子ね。やめてよ、みんなに失礼だろ。お母さんと暮らせるようになってよかったわね、春彦。ありがとう。まだちょっと慣れてないんだけどさ。ねえ、この中に春彦の好きな子っているの？母さん！将来私の娘になる子がいるかもしれないんだもの。レイナちゃんの居場所だとか言っていただいたりしましたけど。その、こっちは受け入れ体制万全よ。いつでも誰でもお嫁に来てくれていいからね。Hello, darkness, my old friend. その、実はね、明日、一条くんが、うちに来る約束になってるの。今度の週末って、予定とか、空いてないかな。それはもしやデートのお誘いです。実はね、バイトお願いしたいんだけど。なんだ。だからその、よかったら。お母さん！待って待って、その人だよ、今日のバイトの。おはよう、一条くん。今日は、よろしく。よろしく。うわぁ、制服、売り子姿かわいい。即のご飯一人で作ってるんだよ。しかもすごくたくさん、何十人分を一人でだよ。お前、うちにお婿に来なさい。はぁ、いや、最初はどうかと思ったけど、あんたも案外いい男連れてくるじゃない。素直の母、スメラギスズリです。こんにちは。この度は娘がご迷惑を。いえ、とんでもありません。さあ、どうぞお入りください。ようこそおいでくださいました、カズヤ様。カズヤ様？ではごゆっくり。謝ってくれたし、しっかりお礼も言えるし、それって全部。何言ってんの？ごめん、変なことを言ったかな。私と、私と付き合って。男女の関係的な意味で？そうよ。違うの。いい、これは母様の命令なの。え、私はあんたに負けた。負けたら流派を継げない。だからあんたと結婚すれば身内だから負けはノーカン。オーケー。いや、オーケーじゃないよ。次の日曜日、私と遊園地に行かない？それはつまりデートの誘いなのか？ええ。そのマスケット銃は？あなたを逃がさないため。断れば殺すと？その通りよ、返答を。いや、急にそんなことを言う。カニエ君。待って！返答は？The next day。 これほどの美男子で学校での成績もトップの俺ならば、話をしたことのないあの転校生が。この停留所からバスが出てるわ。はい。ママ、あのお姉ちゃん水色のストライプだったよ。ここまでして俺をデートに誘うのはなぜだ？もちろん俺はかっこいいが、他にも理由があるのではないか？天城ブリリアントパーパークです。待って。降りの際は。あの城が正門ではないのか？ラブホテルよ。ああ。ラブホテルよ。2階行った！Damn！ 望月桃也様、素晴らしい。
あの、どうかしましたか？聡明な方でもあるのですね。え？そなたには大変世話になった。世の命を救ってくれた恩人に報いたいのだが。どうかお気になさらず。僕はたまたま公爵のところを。こちらの望月桃也様と、結婚させていただきたく思います。そのお人柄もとても好ましく、この人と一緒に人生を歩んでみたいと初めて思えたのです。幸せになりなさい。はい。桃也殿が結婚でござるか。びっくりですね。ダック、何やってんのよ。5 minutes later。 皆さんで桃也さんのお嫁さんになりませんか？え？いきなりそんなこと言われてもさ。その、では皆さんの気持ちが固まるまでこの話は保留といたしましょうか。ずっとドキドキしていませんか？はい。エルズさんの視線はいつも桃也さんを追いかけていますよね。そんなことは。これさんってことは結婚するっていうことで。お嫁さんって言っても正直そこまで決めるにはいきなりすぎるし、まだ心の準備は。なんかどうしたらいいのか。拙者が桃也殿のつ。The next day。桃也さんからしたのは私が初めてですよね。え、ああ、そうか。そうなるのか。ダメですか。わかった。ユミナとリンゼがそれでいいって言うなら。ありがとうございます。私と同じ婚約者ということで。ああ。お休みのキスをくださいな。え？私も。奥方様は9人になるそうで。あら、そんなに。リンさん、もしかしてあなたも入っていたり。さあどうでしょうね。はあ、他已经进入野兽状态了，竟然还会跑回去保护那个女孩。这跟我预知的不一样啊，我到底哪里算错？韦小姐，离我公主一死很危险的哦。是你会很危险，因为你再嘴贱就会被我打死。把衣服脱了。嗯，幸福来得这么突然。但是偏偏就是有一些无论多痛苦都不想忘掉的回忆，明明只是无聊的小事，好想回到小鸡岛看看你穿着我送你的衣服。但你刚刚保护了我，那我是不是成为你唯一想保护的人呢？我只是